ラジオお堀カヌーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私ですね、今日の案内役でございます。筆頭家老の勝山風前と申します。何卒よろしくお願いをいたします。さあ皆さん、北九州以外の方どれぐらいいらっしゃいますか、ね、僕ら先ほど東京からの方もいらっしゃいます。これね、なぜかというとこんなことやってるところは小倉城しかないんですよ。はい、まずですね、ここよく見てください。天守があります。大天守があって、石垣、これ石垣を天守台と呼んでおります。天守を支える天守台、その天守台と見てください。皆さんが浮かんでるこのお堀、この水のお堀とそのまま天守台がくっついてる、こういうお城は日本でもほぼほぼありません。小倉城か松本城ぐらいしかございません。はい、普通のお城はですね、周りにお堀があってその上に石垣があるんですけど、さらにその中に本丸というのがあって、その中に天守が立ってますので、このように天守台から直接ですね、お堀、水のお堀っていうのは大変珍しいお城でございます。でこの石垣もですね、非常に美しいんです。この石垣の特徴をちょっとお話をしますね。野面積みと言います。野面積みというのは自然石をそのまま積んでおります、ね、基本は天然の石を積んでいるというね、この築城した細川忠興公のこだわりの石垣でございます。あそこの角っこのちょっと膨らんでるとこ分かりますかね、白いところ、あれなんでしょう、あれ石落としですね。あそこから忍者とか上がってきた人たちに石をね落として、防御した。今は一体どうなってるんでしょうね、ぜひ後で見てくださいませ。この残りの時間ぜひ存分にお楽しみいただきたいと思います。今日は講釈にお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。どうぞお楽しみくださいませ。いってらっしゃいませ。はい。